黄金風景太宰治海の岸辺に緑なす菓子の木その菓子の木に黄金の細き鎖の結ばれてプーシキン私は子供の時にはあまり立ちのいい方ではなかった受注をいじめた私はのろくさいことは嫌いで それゆえ、のろくさい女中をことにもいじめた。おけいはのろくさい女中である。りんごの顔をむかせても、おきながら何を考えているのか、二度も三度も手を休めて、おいとその度ごとにきびしく声をかけてやらないと、片手にりんご、片手にナイフを持ったまま、いつまでもぼにやりしているのだ。 足りないのではないかと思われた。台所で何もせずにただのっそり伝っている姿を、私はよく見かけたものであるが、子供心にも薄みっともなく妙にかに触って、おい、OK、日は短いのだぞ、などと大人びた。今思っても、背筋の寒くなようなひどいな言葉を投げつけて、それで足りずに、 一度は桶、OK、を呼びつけ、私の絵本の鑑定式の何百人となくうよいよしている兵隊、馬に乗っているものもあり、は持っているものもあり、銃になっているものもあり、その一人一人の兵隊の形をハサミで持って切り抜かせ、不器用な桶、OK、は朝から色飯も食わず、日暮れ頃までかかって、やっと三十人くらい、それも。 最初のひげを片方を切り落としたり、重物を兵隊の手を駒の手みたいに恐ろしく大きく切り抜いたり、そうしていちいち私に怒鳴られ、なの頃であった。桶は汗かきなので、切り抜かれた兵隊たちはみんな、桶の手の汗でびしょびしょ濡れて、私はついに感んを起こし、桶を蹴った。 確かに肩を蹴ったはずなのに、おけいは右の方を押さえ、ガバっと泣き伏し、泣き泣き言った。親にさえ顔を踏まれたことはない。一生、覚えております。うめくような口調で、とげるとげるとげる言ったので、私はさすがに嫌な気がした。そのほかにも、私はほとんどそれがてめでもあるかのように、 ケをいびった。今でも多少がそうであるが、私には、もちなろどのものはとても堪忍的なのだ。一昨年、私は家を追われ、一夜のうちに休泊し、ちまをさまよい、少々に泣きつき、その日その日の命つなぎ、やや文筆でもって、自家主できるあてが好き始めたと思ったとたん、病を得た。 人々の情けでひと夏千葉県船橋町泥の海のすぐ近くに小さい家を借り自炊の保養をすることができ毎夜毎夜、寝巻きを絞るほどの寝汗と戦いそれでも仕事はしなければならず毎朝毎朝の冷たい地ごの牛乳だけがただそれだけが奇妙に生きている喜びとして感じられ 庭の隅の地境地との花が咲いたのを、メラメラ火が燃えているようにしか感じられなかったほど、私の頭もほとほと痛みつかれていった。その頃のこと、戸籍調べの四十に近い痩せて小柄の周りが玄関で、帳簿の私の名前と、それから嘘髭伸ばし放題の私の顔と、遅くずく見比べ、 おや、あなたは、のお坊ちゃんじゃございませんかそういうおまわりの言葉には、強いふるさとののまりがあったので、そうです。私は、ふてぶてしく答えた。あなたはおまわりは、痩せた顔に苦しいばかりにいっぱいの笑みをたたえて、いややはりそうでしたか。忘れかもしれないけど、 かれこれ二十年近く前、私はケイでワシャヤを知っていました。ケイとは、私の生まれた村の名前である。ご覧の通り、私は憎れともせずに応じた。私も今は絞れました。とんでもない。おまわりは、なおも楽しげに笑いながら、小説を書きなさるんだったら、 それはなかなか出世です。私は苦笑した。ところで、とおまわりは少し声を低め、OK はいつもあなたの噂をしています。OK? すぐには飲み込めなかった。OK ですよ。忘れでしょう。男の女中をしていた。思い出した。 ああ、と思わずをめいて、私は玄関の敷台にしゃがんだまま頭を垂れて、その二十年前、のろくさかった一人の女中に対しての私の苦行が、一つ一つはっきり思い出され、ほとんど座に耐えかねた。幸せですかふと顔を上げて、そんな突拍しない質問を発する私の顔は、確かに罪人、被告、 くすの悪いをさえ浮かべていたと記憶する。ええ、もうどうやら。くったくなく、そう朗らかに答えて、お巡りは、半ケチで額の汗をぬぐって、かまいませんでしょうか。今度はあれをすれて、一度ゆっくりお礼にあげりましょう。私は、飛び上がるほどぎょっとした。いえ、もうそれには、と激しく拒否して、 私は、いずれのくすりよく感じに身も出していた。けれども、おまわりはほからかだった。子供がね、あなた、ここの駅に勤めるようになりましてな。それが長男です。それから男、女、女、その末のがやつで、今年、小学校に上がりました。もうひと安心。お計も苦労いたしました。 なんというか、まあ、お宅のような体型に上がって行儀見習いしたものは、やはりどこか違いましてな。少し顔を赤くして笑い、おかげさまでした。おけいもあなたの噂、死従しております。今度の高級には、きっと一緒にお礼に上がります。急に真面目な顔になって、それじゃ。 今日は失礼いたします。お大事にそれから味方って私が仕事のことよりも金銭ことで重い悩みうちにじっとしておれなくてだけどすて持って海へ出ようと玄関の音をガラガラ開けたら外に3人浴衣着た父と母と赤い洋服着た女の子と A のように美しく並んで立っていた。 おけいの家族である。私は、自分でも以外のほどの、恐ろしく大きな同性を発した。来たのですか。今日、私、これから用事があって、出かけなければなりません。お気の毒ですが、またの日においでください。おけいは、日のいい中年の奥さんになっていた。その子は、受注の頃のけに、 よく似た顔していて、おすのろらしい濁った目でぼんやり私を見上げていた。私は悲しく、おけいがまだ一言も言い出さぬうち、逃げるように海浜へを飛び出した。竹のスティックで、海浜の雑草をなぎ払いなぎ払い、一度も後を振り返らず、一歩一歩、地段だ踏むような進んだ歩き方で、とにかく海岸伝いに町の方へ、 まっすぐに歩いた。私は町で何をしていたろうただ意味もなく、カス小屋の絵かんばを見上げたり、ごー屋の飾り窓を見つめたり、チェッチェッと舌打ちしては、心のどこかの隅で、負けた、負けたとささやく声が聞こえて、これはならぬと激しく体を揺すぶってはまた歩き。 三十分ほどそうしていたろうか。私は再び私の家へ取って返した。海岸に出て、私は立ち止まった。見よ、前方に平和の図がある。OK、親子三人。のどかに海に石を投げっこしては笑い気をじている。声がここまで聞こえてくる。なかなか、おまわりは、 うんと力込めて石を掘って、頭の良さそうな方じゃないか。あの人は今に偉くなるぞ。そうですともそうですとも。おけいの怒らしげな高い声である。あの方はお小さい時から一人変わっておられた。目下の者にもそれは親切に目をかけてくださった。私は 立ったたっまま泣いていて険しい興奮が涙でまるで気持ちよく溶け去ってしまうのだ。負けた。これはいいことだ。そうなければいけないのだ。彼らの勝利はまた私の明日の出発にも光を与える。